どうも、親父ベースのヒデです。北国札幌のアクアリストで夜な夜なガレージにこもりながら DIY 作業に没頭しております。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はですね、いやー非常に辛い、辛いんです。いやー今までの事故の中で一番ひどいですね。まあタイトルで見てもらったらわかると思うんですけども、シカリウムの一番大きい150、60、60の水槽でですね事故が発生してしまいまして、その中で飼育していた渓流魚のヤマメとニジマス、それとチョウザメですね、これがですね全滅、落ちてしまうという事故が起きてしまいました。実はですね、この今見ていただいている動画に事故原因があるんです。後々ですね紹介していこうと思うんですけども、まずはこれからですねグロ動画始まりますので、見たくない方はちょっと飛ばしてくださいね。親父がですねチカリウムに2日ぶりにちょっとね間が空いてしまって降りてきたんですけど、この状況です。びっくりしましたね。いやー何が起きたのか本当わからなかったですね最初ね。まずですね階段をですねガレージから降りていったんですけど、まずその時にですね、チカリウムに引いているカーペットの色がですね通常よりも濃かったんですよ。で何かなと思って水槽を見ると、まさかの水がほぼ入っていない、9割入ってないですね。残り10センチこの上部の給水パイプの下に水があったので、もうほぼほぼ全部水を吸い上げて抜いてしまった状態ですね。なのでポンプからの水漏れっていうのは分かったんですけど、どんな感じで水が漏れたのかは、はい、パイプを見て分かったんですけど、シャワーパイプへのパイピングの抜けということでしたね。いやー本当にびっくり。450リッターがチカリウムに漏れ出したんですけど、あーきつい。いやチカリウムは水がはけるんで、ね、あの450リットル漏れたとしても、溜まることはないんですが、いやー衝撃的でしたねこれね。本当にいやとりあえず水をね溜めて、もう一度どういう状態で水が漏れたのかをちょっと気になったので見てみようと思います。もう他のね水槽は全部無事なので、しかし衝撃的でしたね。いやビビった。結構水が溜まってきたので、これからちょっとポンプを回して実験をしたいと思います。まずは水に濡れないようにしている電源ソケットのスイッチをオンにします。そしたらですねすごいっすよ。いや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 、上部の隙間から水が噴水のように出てるじゃないですか。もう天井にもついてますからねこれね。いやーひどい。この壁のねレンガ調の壁は全部スタイルフォームなので濡れても全然平気なんですが、いやーポンプあるじゃないですか。ポンプ水浸しですよ、水浸し。いやーいやもうさすがレイシーっていうところですね。もうとんでもない水圧で水を汲んでいるっていうことが分かったんですけど、いやーこれパイプ抜けてますからね完璧にね。まあ原因がねこれで分かったんですけど、なんでこのパイプが抜けたかと言いますと、最近ですねニジマスが約25センチぐらいのサイズになってきたんですね。そのサイズが10匹いるわけですよ。で一番最初に動画に流したニジマスたちはこのですね給水パイプの周りをいつもうろちょろうろちょろしてるわけですよ。
で、小競り合いをパイプの周りでするので、このパイプによくぶつかっていたんですね。で、その何回も何回もぶつかっている間に、このシャワーパイプが緩んで、この休みの間に抜けてしまったという状態が今回の水漏れの原因ですね。で、水が漏れたことによって、このどこまでも給水するので、レーシーのポンプが、なので水深が10センチまで落ち、ポンプが空回りの状態で、また時間が経過して、このニジマスたちが酸欠で、はい、残念ながら全滅、落ちてしまったという感じなんだろうと思います。いやー、本当に悔やまれる。パイピングね、いやー、最初カバーつけようか迷ったんですよね。でも、まあ小さかったんで、それも気にしなかったっていうのがまず一番の原因ですかね。で、サイズアップしてくると、こういうところになかなかそのタイミングでは気づけないので、いやー、防げた事故なんじゃないかなと今思えば感じております。いやー、レイシーね、コーナーカバーか、もうリオのね、水中ポンプで置き型にしてしまえば壁沿いにホースはわせれるので、そっちの方が、まあ、サイズアップしてきた大きいマス類なんかには安全なのかなっていう気もね、この事故の後しております。いやー、せっかくね、1年間飼育してきた、育成してきたマスたちだけに本当に悔やまれますね。最初8センチで、2018年の3月か4月ぐらいに引き連れてきたんですよね。それから約1年と2ヶ月ですか。それで大体25センチまで大きくなったんですが、いやー、悔やまれます。日本ザリガニたちは全然平気ですね。みんな無事に生きているんですけど、いやー、150、60、60の水槽が1個開いちゃいましたね。あー、つらい。そしてこのレイシーポンプがね、多分1日ちょっと空回りしていたせいで、ちょっと異音が出ております。空回りは良くないですね。まあ、しばらく回して異音が解消されなければ、バラしてちょっとメンテナンスしようかと思っておりますが、とりあえずポンプも壊れていないようなので、水を回して、ちょっと様子を見ます。いやー、ショックが大きいです。いやー、なんで気づかなかったかなって思うんですけどね。まあ、とりあえずもう起きてしまったので仕方ないんですが、はあ、つらい。大噴水ですからね、音で気づけばいいんですけどね、この地下流の本当防音がすごくてですね、このジャバジャバしてても音が聞こえないんですよね。いやー、一回でもパトロールに来ていればな、本当に悲しいです。でですね、2018年の4月頃から飼い始めたニジマスとヤマメ。この頃は及川もいたのかな。このね、懐かしい動画を見ていただきながら、はい、この、小さかったニジマスたち、かわいそうですが、かわいいですね、やっぱりね。いや、しばらく立ち直れないのかなと思いつつこの動画を眺めていたんですけど、この頃はね、背中、バックスクリーンか、バックスクリーンを黒にしてたので、ちょっとですね、また異空間的な
推計に、ね、なっているんですけど、これ少し大きくなってますね。これで多分15センチぐらいの若魚かな、若い魚の頃ですね。ニジマスはね、小競り合いしてもそんな殺し合わないんで、だいぶ育成は助かりましたね。でヤマメもですね、何匹かいたんですけど、やはりヤマメは最後必ず1匹になっちゃいますね、どの水槽も。やっぱりヤマメは単独飼育じゃないとまずいかもしれないですね。ヤマメがね、20センチちょっと超えてきたんですよね。なのに、いやー、本当に、いやー、飛び出し事故も辛いですけどね、この全滅って初めてですからね。前にイワナがジャンプしてですね、落ちてしまったことがあるんですね、干物になって。その時はですね、まだ3匹いたうちの1匹だったんで、まあ、かわいそうだけど、そこまで、ショックがなかったっちゃあれですけど、あれなんですけど、これですよ、これ。いつもここにいたわけですね、ニジマスたちは。こんだけね、給水管にね、まとわりついてたら、そりゃ、パイピングも抜けてきますよね、緩んでね。いやー、気づかなかったなー。リビングのね、APMS 多段循環式オーバーフロー水槽の古代魚の方のパイピングをね、週1回必ず見てるんですよね。いやー、こっちは気づかなかった。いやー、ひどいっすよね、やっぱりね、この配管の周りにずっといますからね、これね。いやー、本当にごめんなさい。失敗した。これがもう最後に撮影した動画になりますね。渓流魚、ヤマメ1匹とニジマス10匹ですね。あとチョウザメが2匹いたんですけども、残念ながら、はい、飼育1年目にして落としてしまうという大失敗をしてしまいました。いやー、この動画をね、上げるかどうか迷ったんですけど、まあ、ぜひ大型魚を飼育されている方は、もう一度、パイピングをね、チェックして、パイピングに抜け等ないように、あとはね、ヒーター事故も結構多いですからね、渓流はヒーターないですけど、ヒーターも1年に1回買い替える等のことを進めておりますので、メーカーもね、皆さんぜひ気をつけて、いただければなと思います。親父もこれから気をつけます。はい、ということで今日も長い間ご視聴ありがとうございます。今回はですね、チカリウムの大事にしていた、ニジマス10匹、ヤマメ1匹、チョウザメ2匹が、酸欠事故、はい、パイピング抜けのために酸欠事故で落ちてしまいました。本当に悲しいですという動画になりました。あー、辛いっすね、やっぱりね。これからまたいろいろ気をつけて、はい、アクアライフ精進していこうと思います。はい、よかったらですね、親父ベース、この他にもアクアリウム以外、あとガレージライフ、ガーデニング、はい、もろもろの DIY、 あと車絡み等いろいろ情報を発信しておりますので、インスタグラムとツイッターの登録もよろしくお願いいたします。なんかね、締まりのない動画になってしまいますが、よかったら、はい、チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ではでは、この辺で。
この動画を上げる少し前の6月1日、この日がですね、毎年、親父がよく通う支笏湖洞爺湖の、禁漁の解禁日になるんですね。6月1日から、9月末だったかな。それまではその支笏湖と洞爺湖では釣りができるんですね。なので、今回ちょっと落としてしまったニジマスたちをですね、そこでうまいこと釣ったり救えたりできたらなとちょっと考えております。